空対地普通爆弾の訓練弾爆弾は爆発による熱や衝撃などによって対象とする生物や物体を殺傷、破壊するための兵器である。一般に爆薬とそれを装填する容器、新艦などの発火装置で構成される。なお、兵器以外でも葉っぱなどの民間利用に用いられる同様の装置を指して爆弾と呼ぶことがある。軍事利用の面では 特に航空機から投下される航空機搭載爆弾を指して爆弾の5が使われる。他にも爆薬を使った兵器として小型で人力により投射される手榴弾、水中に投下される機雷や爆雷、大砲から投射するものを榴弾、推進装置を持つものをロケット弾、さらに誘導装置まで持つものをミサイルと呼ぶ。ただし、 推進装置は持たないが、誘導装置を持つものは、一般的に誘導爆弾に分類される。爆弾は、爆発させた時に爆風と破片によって、周囲の目標物を破壊、または人員を殺傷するように設計されている。その他に、中性子爆弾のように大量の中性子線を放射、生物への攻撃を主目的とし、物的、経済的損失をできる限り抑える。 接収を目的とする爆弾もある。通常は固体の爆薬が用いられているが、機体症の爆発現象を利用する燃料気化爆弾という例外もある。爆弾の起爆タイミングの制御には、時計、遠隔装置、各種センサー、レーダーなどが使われている。内部に充填された爆薬への添加は、新幹によって行われ、これが動作すると急速に反応を起こして爆発する。 ものが一般によく知られている。爆弾は戦争でよく使われるほか、テロリズムでも使われる。爆弾は人の作ったものである以上動作不良を起こすことがあり、予期しない時に爆発する場合もあれば、使用したのに爆発しない場合もある。特に後者は不発弾とも呼ばれ、安全装置が外れていることから、非常に危険な状態として扱われる。この危険性は、 経年変化によって減少するわけではなく、一般人がりに触れるのは禁物である。日本では太平洋戦争中に使用された爆弾の不発弾が現在でも発見されることがあり、その場合陸上自衛隊や航空自衛隊、海上であれば海上自衛隊によって処理される。爆弾には様々な種類があり、破壊する対象や用法によって工夫されている。 単純に破壊する範囲を拡大させるために、威力の増強を目指したものもあれば、破壊する対象の種類や方向を限定させたものなどがある。ありがとうございます。